シャリキサンセットドームの外観シャリキサンセットドームは、青森県津軽市の七里長浜、シャリキ漁港近くにある、日本海に沈む夕日が展望できる施設。アウトドアでキャンプもできる、シーサイドコミュニティセンター。事前に津軽市に申請し、利用許可を得る必要がある。貨物船、イーストガル号のスクリュープロペラシャリキサンセットドームの敷地内には、 セントビンセントグレナディーン船籍の貨物船イーストガルゴーのスクリュープロペラが生体保存されている。1993年10月2日にマレーシアで南洋剤を積み込んだイーストガルゴーは10月16日に秋田港で積み荷を下ろしロシアハバロフスク地方のワニの港に向かっていたが10月24日早朝にエンジン故障で相舵不能となった。 その後、イーストガル号は北西からの季節風に流されて漂流し、シャリキ漁港の北側、シウラ村との村境近くで座礁した。乗組員22名は全員海上保安庁によって救助されたが、選手側一向に船体の撤去に応じなかった。このため、シャリキ村及びシャリキ漁業組合は1996年10月9日に、 船体の撤去等を求める訴訟を提起した。これは外国船籍の座礁船の撤去に関する日本初の訴訟であった。1997年7月22日に青森地方裁判所で和解が成立、選手が撤去を行う者の,のシャリーキ村が費用の一部を協力金として支払うこととなった。 事故から4年近くが経過した1998年8月24日、船体の撤去は完了した。こうした座礁事故から撤去に至るまでの出来事を風化させないよう、イーストガル号のスクリュープロペラが保存されている。ありがとうございます。